てことで、とりあえずトレーナー一掃します。いくらポケモン上手いからってここは子供が来るところじゃないぜ。はい、ということでトレーナーは一掃してきました。レベル22ぐらいで、さすがにレベルの差を感じたんで、今回ルナで、無双して、次回、レベルを上げて次の街に向かうって感じにします。さすがにここね、ルナ以外じゃ活躍はできない。やっぱコイルとかもいてなかなか太刀打ちできなかったんで、今回ルナで無双します。そのルナで無双するために必要な道具がありますね。月の石でございます。二度キングになったら技は全然覚えなくなるんですけど、その二度リーノで覚える技で、二度キングじゃ覚えれないやつは角ドリルだけなんですよね、調べたら。なんかなので角ドリルはまあいらないし、47とかなんでレベル、まあいいかなという、それ代わりに二度キングになったらもう技のデパートなんで、いろんな技を覚えてくれるんで、そっちの方が強いという判断で、この場で進化させたいと思います。月の石ルナ最大強化いくぜ。もうパーフェクトルナパーフェクトルナの完成だ。マジで勝てないっしょ、もう誰も勝てないよ、うちのルナには。もう火力多分攻撃100超えると思うよ。あー、色違い二度キングかっけー、初めて使うわ色違い二度キング、かっこよすぎる。うわースモールっていうとこいいよね94センチ、ちっちゃチビじゃねえかよ。暴れるどうする。威力120技なんだけど、正直頭突きの方がすごい便利なんだよね。 2,3 ターン暴れちゃうから、いらない。暴れるはいらないかな。頭突きの方がちょっと便利だからね、そこはしゃあないかな。ルナさあ見ようぜ、ルナの圧倒的成長力。さあ HP74、 攻撃99、あと1 あと1。バケモンじゃねえかよ、もうルナ。やべえわ。強すぎ。あ、ルナ圧倒的だな。で、あと穴を掘るを連打して、タイプ1になったんでね。タイプ1、穴を掘るでも、ぶっ刺していくやつの。の前に、多分これ青と赤だよな。違う？青いゴミもか、違うんだ。てっきりこの赤と青かと思ったけど、あ、違った。ガサゴソ。ガサゴソガサゴソガサゴソ、あ、ガサゴソ、はい、ガサゴソ、はい、ガサ、おっと来た、スイッチがあった、押してみ、ポチッとな。一個解除。よし、隣り合ってるんだよね。だから左右下だから、左右だね。はいはいってはい、下手くそー。はい、こういうの下手くそー。左だったかな。ってことで頑張ります。あ、嘘だろう、おい、もしかしてボタン固定？もしかしてボタン固定？つまんねえ。ボタン固定はつまんねえ。ランダム要素が、その1個目のボタンスイッチをして、そっから隣り合うゴミ箱のどれかに入ってて、失敗したらまたランダムでボタンの位置変えられてっていうのが面白かったのに、固定かよ。前は、よ、待ちっす。来たぜ。Welcome to 千葉ジム。
Hi baby, you がチャレンジャーです。ハハ、そんなハッパワーでミーに勝負を挑むとはいい度胸ね。うちにもパワーアタッカーはいるから、攻撃力99のルナがいるから、ポケモンバトルそんなに甘くない、力で押し切るです。みんなビリビリしびれさせてあげます。残念でした、うちのポケモン地面タイプいます。対戦よろしくお願いします。ビリリ玉そんなの効きません、うちのルナの穴を掘るで一発です。行ってこいルナ、ガオガオ。やっべ、こんなの使っていいのかな、こんな序盤で序盤でこんなポケモン使っていいのかな、許されんのかな。さあ穴を掘ります、グーってね直立不動穴を掘る、なんかモーションつけてもよかったのに、穴を掘るドーン、水魚、バケモン、バケモンだわ強すぎ、クソワロタ。レベル21コイル、そう これ厄介、コイルが厄介なんだよね。うちにコイルを倒す有効だが穴を掘るしかないから、二度切りと、ここ二度切り使うか、ちょっと他の技も見ようぜ。二度切りドーン、あ耐えられた、25 待って、2325レベル、レベル差4これはちょっと事務戦後にレベル上げが必須だな、さすがにまずいよこのレベル差は。まあ、次のエリカ戦も多分全然いけると思うんですけど、毒タイプ、草タイプだからいけると思うんですけど、ライチュ26、26か、じゃあ全員25か6あたりまで育てるわ、頑張って。この事務戦終わったら26、25あたりまでは最低でも育てておきます。さすがにね、ルナばっかになっちゃうんでまずいね、ちょっとさすがにレベル差が空きすぎる。だけど一撃ルナついよ、バゲモンだよ、マジでバゲモンだな、最強、ルナ最強、やっぱりルナがナンバーワン。うわー、攻撃力101、やーっべ、レベル22の能力じゃない、ビッグモーラーレベル22、 OK。 Oh no、 You の強さトゥルンス、つまり本物ね。4000ありがとうございます。あ、スミレちゃん、そうだスミレちゃん進化する、スミレちゃん、あとでリーフの石見つけてあげるからね。まあ多分タマムシで売ってんのかな、どうせタマムシシティのショップでしょ。あー臭い花、早くラフレシアにしてあげたい、臭い花のフォルム好きだけど嫌い、早くラフレシアにしてあげてえわ、かわいそうだこんな姿にさせてあげるの、本当にかわいそう。1000人に1人ぐらいこれを好んで嗅ぐ人がいる、どうも1000人に1人の勇者です猛烈な臭さ、それなのに1000人に1人ぐらいこれを好んで嗅ぐ人がいる、どうも1000人に1人の逸材です。そうだろうな、何効果抜群ってか、 OK オレンジパッチやるよ、毎回行くへ配達するけどお前何もやってないからな、ただのマスコットキャラクターだから、ね、And スペシャルな強さの理由に、これはミーの気持ちね、10万ボルトサイン、うーいらねえバーカいらねえバーカ、あーこれもやろう、かや10万ボルトありがとうございます。マジでムカつく、ムカつきかけた、あんまりサインとかいらねえつって、そんだっけ。エレクトリックパワーベビー強いね、でも地面タイプにパワー吸い取られてしまって全然効かないよと。ってことで10万ボルト、まあ二度キング覚えるんすよまあもちろんのこと。で飛行タイプに有効打がなかったんでちょうどいいんすよね、調査の神経数ちょうどいいんだよね、威力90でも特殊ある、二度キング攻撃ばっか見てたけど特攻ある ?56 十分不思議層が61だもん、十分あるわ、あ
十分だな、半分だけど、まあサブウェポンとそのなんていうの、役割破壊、飛行タイプにぶつけていくレベルの技だったら全然いけるし、水タイプにも有効打が出るし、まあいいんじゃない、10万ボルト覚えさせよ。さすが技のデパート、早速10万ボルト覚えてっかい。これつつくいらねえな。つつく格闘タイプと草タイプとかでしょ、虫とか。いやー、格闘はズバチョフでいくからもう飛行技はいらないね。つつく消そう。つつく消して10万ボルトを搭載と。これで飛行タイプと水タイプに有効打が出たと。特に飛行タイプ辛かったからね、うちのパーティー。見てよ、このうちのパーティー。ほら、飛行タイプ効果抜群なの、ココ、アイちゃん、スミレ、ビッグマラー。さあ、4匹が効果抜群でございます。飛行技。飛行の一貫性、やばすぎるんで、ちょっと覚えさせた方がいいなと思ったんでね。ってことで、無事、クチバジム攻略ということで、いや、勝ったよ。ふぅ、目もくらむような眩しい戦いだったぜ。穴を掘ってるだけだったけどな。てことって、クチバはこれで終わりかな。あ、やべえ、それ見てなかったけど、やべえ。あ、かすみがいる。かすみがいる。ルナ、ルナでっか。あ、やべえ。あ、夢かなった。ミドキングを後ろに連れて歩くって夢かなったわ。やっべ、でっか。そう、かすみちゃんどうしたの？マチスに買っちゃったよ。何？あ、ありがとう。ファクファクしてくれたのかな？ありがとう。海水浴？あ、そうなんだ。これから、とりあえずシオンタウンに向かおうかなって。ディグダの、ディグダのケツの穴って。ほら、連れてあげようか。あ、まだいいっす。せっかくの誘いを断るなんて、ね。ちょっと待って。とりあえず、レベルを上げて、なんかガーディ5匹捕まえて、で、ディグダのケツの穴行こっか。ってことで、一旦この辺で、あ、ルナ、ルナ、ルナ、そうした気ずっと。ってことで、一旦この辺で、終わりにしたいと思います。次回はね、レベルがめちゃくちゃ上がった状態で、まあ、25か6ぐらいの状態で、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。